今日は2019年4月19日、シドニーのオペラハウス、シドニーのそうですね、オーストラリアのシドニーの今オペラハウスのところに来ています。まあシドニーに行ったらオペラハウスですね。だからその夜のオペラハウス、今夕暮れ時ですけど、夜のオペラハウスも見とこうと思って、まあ今ちょっと日が暮れてきたので来ました。これハーバーブリッジですね。このオペラハウスとハーバーブリッジのこの場所がとても、まあ、世界的に有名な場所で、まあ、世界遺産になってますね。この下にこれここが、レストランカフェになってるんですけど、ここはちょっと今日は閉まってるみたいですね。多分開いてたらいっぱいになってるでしょうね。雰囲気がいいから、そうですね。そのうん、明日20日ですけど、明日、夜の便で日本に帰ります。それで昼間、明日はその飛行機の出発が夜9時なので、夜9時まで時間がありますから、まあ、実際はその出発の2時間前ぐらいには空港には行こうと思ってるんですけども、ですからそのあ、It's okay, no problem。 そうですね、その昼間はドッグショーに行こうと思ってます。ドッグショーは23日までやってますね。これ夜はやっぱりちょっとなんかいい雰囲気ですね。多分いい雰囲気になるじゃないかな、なるんじゃないかなと思って来ましたが、やっぱりいい雰囲気になってますね。オペラハウスの屋根はライトアップされてないですね。まあ屋根までライトアップするとちょっとすごい、なんていうか、もっとたくさん一晩中人が集まってくるかもしれないですね。だからあえてこのままなのかもしれません。あえてライトアップされてないのかもしれません。こんな感じですね。まあ一人ですからね、僕は。だから特に別にそのあの船反対向きにバックして動いてますね。別にレストランで食事することもなく、まあもうちょっとしたら帰ろうかなと思ってます。こっち側が西なんですね。向こうに夕日が沈んでますね。まあ夕日っていうかもう完全に隠れてますけども、さてちょっと帰りましょうかね。今時間は午後6時ぐらい、6時7時ぐらいだと思いますね。今日は4月19日ですけど、今オーストラリアは秋で、秋というかまあそうですね、夏が終わって、あ、そうですね、やっぱ秋ですね。夏の間すごい暑いですからね、オーストラリアは。だからもう秋になってちょっとずつ気温が下がってきて、日中も過ごしやすい、そんな暑すぎることもなく、すごく過ごしやすい時期ですね。今イースターで、そのイースターのお祭りで、
シドニーのオリンピック会場での跡地で、ドッグショーが開催されています。そのために僕が来ました。人が多いですね、やっぱり。ここはもう本当シドニーの一番の観光地、観光スポットですからね。ですからもう昼間も夜もずっと人がたくさん集まってきてますね。そうですね、ここから僕が滞在しているホテルは、電車で2駅なんですけど、もう電車に乗ったら本当5分ぐらいで到着します。もうすぐなんですね。シドニーはオーストラリア最大の都市で、まあ、メルボルンと同じ、まあ、メルボルンとシドニーどっちかなというぐらいなんですけれども、オーストラリア最大の都市で、アジアの人もたくさんいますね。本当にもう本当に無数にアジア人がいますね。ほとんど韓国人か中国人なんですけども、日本の方はあんまり見ないですが、あんまりって言っても、まあ、ちらほら日本の方もいらっしゃいます。だけどほとんどが韓国人か中国人ですね。で、なんかこんな感じかな。今日は金曜日だったっけな。確か今日は金曜日ですね。金曜の夜、土曜日だったかな。確か金曜日なんですよね。今日金曜の夜だから多分ものすごく多いですね。ずっともう一晩中この辺は多くの人が行き来するんじゃないでしょうかね。本当に多国籍のさまざまな料理を食べることができますね、シドニーは。まあ、それは世界の大都市、まあ、東京でもそうでしょうけど、まあ、大阪でもそうかもしれませんが、あらゆる食べ物が、あらゆる国の、レストランがありますね。今月というか明日、まあ、日本に帰りますけど、明日20日、まあ、到着するのは21日ですね。日本21日に日本に到着して、29日から上海に行きます。上海ワールドドッグショーですね。そして5月、来月はベトナムに行きますね。そして6月にオーストリアに行きます。ヨーロッパに行きます。まあ、ベトナム、ほとんどアジアには僕はあんまり行かないんですけども、ほとんどヨーロッパとアメリカと、オーストラリア、ニュージーランドなんですけども、時々アジアにも行きます。中国や東南アジアにとか、あるいは何ですか、その他のアジアの国にも時々行きます。たまに。ほとんどはもうヨーロッパですね。ヨーロッパが一番多いです。ヨーロッパは毎年4カ国ぐらい行きます、ね。まあ、今年というか毎年2月ニューヨークと3月バーミンガム、イギリスとバーミンガムに必ず行きますので、まあ、今4月ですから、先月は3月、あ、そう、3月、先月3月ですからバーミンガムに行ったんですね。で、4月今オーストラリアに来ていて、来月ベトナム、あ、今月まだ上海に行きます。上海にも行きますね。上海、ベトナム、オーストリアで行きますので、すごいもうしょっちゅう毎月のように海外に行きますね。
すごい人ですよね。あの左側のレストランも満席ですよね。まあ週末の夜ですからね。その何ていうか、まあ、シーフードを食べる人もたくさんいるんだと思いますけど、さっきもロブスターとかなんか伊勢海老みたいなものとかたくさん食べてましたね、みんな。それとまあシャンパンか白ワインをみんな飲んでるみたいでしたね。近づいてきましたね。なんか撮影してますね。テレビの撮影やってます。テレビの撮影結構僕はしょっちゅうじゃないですけど、まあでもものすごく結構比較的見かけますね。読書でも見かけますし、いろんな大都市に行きますからね。ニューヨークとかではしょっちゅう見ますね。なんかサックス吹いてますね。カーペンターズのあれですね。クロストゥユーな。ちょっとね、言われますね。今僕が撮ってたからかな、やめましたよね。なんか都合が悪いことがあるんでしょうか。まあ、時々ね、アボリジンの人がディジリドゥを吹いてるのを、撮影するとパッてやめられるんですよね。撮影しちゃダメって言われて、なんか YouTube とかに出されると困るみたいですね。なんででしょうか。すごいみんな食べてるな。よし、ちょっと帰りますね。今来たばっかりなんですけども帰ります。まあ、ここだけ、とにかく明日帰るから日本に。ですから、で毎年来ようかなと思ってますね、シドニーには。だからまあいいかな今回はと思って帰ります。小駅ですね。じゃあまた失礼いたします。